映画禁止法。ストーリー、横沢光一郎。出演、地引き号。突如、映画禁止法なるものが出た。正確には、映画等私的映像作品の上映及び鑑賞を禁ずる法律。というらしいが長ったらしいので、みんな映画禁止法と呼んでいる。実は今の総理大臣が大の映画嫌いらしい。キューブリックはねとか、テレンス・マリックってさとかの知識の話から、あのシーンどう解釈するみたいな、映画に詳しくない人の人権を1ミリも考慮しない排他的な会話に、ほとほと嫌気がさしたらしい。某外国の大統領に大の映画好きがいて、黒沢映画すら見たことのなかった今の総理は大層恥をかいたそうだ。それが最後の引き金になった。自分の国の有名監督くらい抑えておけよと言いたくもなるのだけど、まあいい。とにかく映画館で見ることも、上映することも、家で DVD や配信で見ることも禁止になった。ドラマばっかりで全然映画なんて見なかったくせに、いざ禁止ってなると見たくてしょうがない。友人にそう話したら、全く同じことを言ってて、それなら見に行こうってことになった。こっそり上映している映画館があるらしい。闇上映ってやつだ。人間は禁止されるほど抜け道を作る。禁止法なんかもそうだったよな。その闇上映は横浜のある倉庫の中で行われた。体育館までは大きくないものの、まあまあ大きい倉庫で、パイプ椅子が所狭しと並べられていた。どこから聞いたのか、結構観客もいて、僕と友人は並んで座ることができなかった。ポップコーンやコーラまで売っていて、とても禁止令下の上映とは思えない雰囲気だった。上映作品は華氏451という1966年のイギリス映画だった。それは本の所持や読書を禁じる架空の社会を描いたもので、まさに今の映画禁止令の世の中と同じだった。ああそうそう、俺たちも禁じられたものを見てるんだな、なんて思っていたら、エンドロールの時に後方がざわざわしてきた。警察が踏み込んできたのだ。この闇上映の情報が漏れていたわけだ。だけどなぜか僕らは全員逮捕されずに返してもらえた。なぜか。その闇上映に総理大臣がこっそり来ていたらしい。それも例の映画好きの大統領に連れられて。それを見つけた警察がみんなを捕まえないことで総理と大統領を守ったというわけ。命拾いして助かったんだけど、同時に法律って何なんだろうなって思ってしまった。という映画のシナリオを僕は今執筆中だけど、この番組をお聞きの皆さん、見たいと思いますかね？